超心理が解き明かす超常現象の世界、超心理奇談。1、心霊現象はなぜ起こるのか。ロミオ・ロドリゲス・ジュニアです。さあ今回はですね、超心理奇談ということで、今後10回にわたって完結していく超心理を使ってですね、世の中に、はびこっている超常現象を解明していくというものでございます。まず今回は第1番、心霊現象はなぜ起こるのかというところからですね、解説の方をしていきたいと思います。さあ物理的にはですね、存在は証明されていない幽霊というものがありますけれども、まあ、幽霊を見たっていう経験のある人を探したら、まあ、相当数の数に上ると思います。で毎年ね、夏になればですね、テレビでは怪奇現象特番が組まれたりとか、ネットを検索すればね、こういった怪談話とか実体験としての話もたくさん出てくるかなと思いますね。まあ、非常に多くの人がですね、見たっていうふうに言っているんですから、幽霊はいないっていうふうに主張するのはナンセンスだということにはなると思いますね。だけれども、ね、幽霊はですね、目撃情報が多いから実在するっていうわけでもなさそうです。でこれを示す面白いエピソードをですね、ちょっとご紹介したいんですけれども、ここにリチャード・ワイズマンという方をちょっとご紹介したいと思いますけれどもね。リチャード・ワイズマンというのは超常現象の科学という本を書きまして、そこにはですね、1970年代のイギリスで行われた後にラトクリフ・ハトバの幽霊というふうに呼ばれている一種の社会実験があるんですね。実験の名前自体がラトクリフ・ハトバの幽霊というふうの名前で付けられた実験なんですよ。でこれの仕掛け人はですね、オカルト系雑誌のですね、編集長、副編集長なんですけれども、フランク・スミスという人物が仕掛け人なんです。で彼は何をしたかと言いますと、ロンドンのですね、ラトクリフ・ハトバっていう、非常に歴史のある場所、森場っていうふうに言われてるんですけれどね、結構こう栄えてる場所ですね、そこを舞台にした幽霊話をでっち上げようとしたんですね。つまりでっち上げて、嘘の幽霊話をでっち上げたんですよ。で非常に計画を立てたわけなんですね。でこのスミスさんというのはですね、友人たちと、計画をして、そこにですね、170年ほど前にこの鳩場にいたという架空のですね、プリストを作ったんです。プリストというのは司祭ですね、神の祭り事を行うような人物、ね、を作ったんです。でこの司祭はですね、鳩場にやってくるその水夫たちですね、船乗りの人たち、水夫たちからですね、金を巻き上げるために連れ込み宿を作ってですね、一味のその女に誘われてベッドに潜り込んできた水夫をですね、殴り殺して身ぐるみを剥がすと足がつかないように死体をですね、テムズ川に放り込んでいたという、とんでもない人物の設定を作ったんですよ。でこのスミスっていう、スミさんっていうのはこのフィクションをですね、自分の雑誌に事実として掲載したんですね。でこうしてですね、撒いた種、こういった嘘の撒いた種っていうのは大体3年後にその非常に立派な形となって帰ってきたんですね。で何が起こったかっていうとですね、鳩場には本当にその司祭の幽霊を見たっていう目撃情報が続出するようになったっていうことなんですね。でイギリスの有名な番組で BBC テレビっていうのがあるんですけれどもね、ブリティッシュ、ブロードキャストですね、ブリティッシュブロードキャスト、この BBC っていうのはですね、この司祭の幽霊についてのドキュメンタリー番組を制作すると、その後何度もですね、司祭の幽霊に着替えを覗かれたという女性とか、孫がですね、幽霊を見て泣き出したっていう老人とかね、で幽霊目撃情報を証言する人が次々と現れるようになったんですね。
怖いもの見たさでですね、心霊スポットを訪れる人が積極的に見たいというふうに願うためにですね、些細なこと、例えば物事、物音とかですね、例えば影の動きとか木の動きとか、それに幽霊を絡ませて意味付けをしてしまうんですね。でこれはですね、心の合理的な判断なんですよ。これはね、別に悪いことではないです。ただそれが本当に幽霊なのかどうかというところなんですよね。つまり本当に些細なことでも幽霊として意味付けをしてしまうというのが、そういった現象が現れるわけなんですよ。なのでこのラトクリフ・ハトバとかっていう、架空の悲劇によってですね、幽霊目撃情報が相次いだ、ね、このような悲劇、理解できない理不尽な出来事に対して人っていうのは心霊現象を求めるようになるということなんですね。つまりそれは死っていうね、絶対的なこの別れに対して幽霊という心霊現象にの望みをつないでですね、癒しとするわけなんですよね。東日本大震災のですね、被災地とかでも今でもですね、幽霊の目撃談が後を絶たないわけなんですよ。で震災とか大事故とかね、悲劇の際にも幽霊の目撃情報が非常に多くなります。で私は神戸の大震災をそのまま経験しているので、神戸の大震災とかでもよくその幽霊話っていうのが非常にありましたね。でこのラトクリフのですね、ハトバの実験で見られるように、そこに亡くなった人がいるという思いがあって、そして例えばその亡くなった人に会いたいっていうふうに願うことが幽霊の目撃情報の一因と言えるのではないでしょうかということなんですね。もちろん全ての幽霊目撃談がこのような実験のような形で説明できるわけではないです。もちろんですので、全てが超真理で解決できるわけではありませんが、非常に多くのパターンにおいて人間のこの心理的なもので見よう見ようと思って見てしまうという現象が起きてくるというのは、よく覚えていただいたらいいかなと思います。さあ今回の超心理奇談、心霊現象はなぜ起こるのか、全10回にわたってお送りいたします。第2部続き、また楽しみにお待ちください。ロミオ・ロドリゲス・ジュニアでした。ありがとうございました。